365日毎日コーデ、今日もお送りしたいと思います。今日のテーマはですね、大人のサロペットコーデです。今日、見ていただいて分かるようにですね、もうパッと目を引くのがこのサロペットですよね。こう真っ黒なサロペットで、ポイントとしてこうボタンが白になってたりとか、とこのサスペンダーがですね変わってて、こうドットがついてたりとか、あとここのサスペンダーのボタンのところもちょっと見えづらいですけど、ツビっていうブランドのロゴが入ってたりとかしてます。でこれはニューヨークで買ったんですけど、このなんていうか変わった感じ、あと結構珍しい黒っていう色とか、このこだわった細かいところに惹かれて買いました。でですね、大人っぽくサロペットのコーディネート仕上げたいなっていう時は、今日私が意識してる部分で言うと、白黒モノトーンでまとめるっていうことですね。デニムのサロペットとかって結構子供っぽく見えがちなので、ちょっと心配だなっていう方はこういう感じで、ジャケットとか中のインナーとかをモノトーンで全部合わせてしまうと、すごく大人っぽくまとまると思います。このジャケットはですね、前紹介しましたが、古着でボディドレッシングっていうブランドのものです。でこの T シャツはですね、メンズなんですけれども、ヌメロウーノというブランドのもので、でここポケットがね、ポイントで大人っぽくスカーフがここについてます。で、今日ポイントとして、全部がねモノトーンだとちょっと寂しいので、頭はこうスカーフを巻いてちょっとポケットとも合わせてみました。こういう感じでちょっとどっかにアクセント入れてもいいんじゃないかなとは思います。はい、そしてですね、今日のアウターはこちらです。前も紹介しましたが、こちらの切り替えになったコートを着たいと思います。これは東京ランプーンというお店で買ったコートです。でこのコートはですね、大人っぽく結構決まるので、大人っぽく決めたいなっていう時はもちろんなんですけど、ちょっとこう中がカジュアルすぎるなっていう時も、これ着るだけでこうピシッと大人っぽく決まるので、かなり重宝してます。こういうコート1枚持っておくとすごい便利ですね。はい、こういう感じで、アウターまで全部モノクロで合わせてしまえば、あんまりサロペットでも子供っぽくはならないと思います。ぜひサロペットね、この時期も結構お腹まであって、実用的にあったかいので、ぜひやってみてください。はい、ということで今日のコーディネートは以上です。下にリンクを貼ってますが、 Google プラスのページもやってますので、ぜひフォローしてください。そしてですね、まだ、チャンネル登録されてない方はぜひチャンネル登録をお願いします。ということで今日のコーディネートは以上です。また明日お会いしましょう。バイバイ。